くはい。皆さん、こんにちは。えー、ラジオ番組ギュウギュウフィの時間が始まりました。パーソナリティの伊藤成と申します。今週もよろしくお願いします。はい。まあ、季節はね、ちょっと8月の後半になっている頃なんですけれども、皆さん、どんな、えー、お過ごしでしょうか。えっ、ー、と、我々収録してる、えー、と、関東の方も、まあ、今7月なんですよ、また。あのー、とうとう、あの、梅雨が明けて、もう連日連日、酷暑酷暑で。 えーまあ、沖縄と同じぐらいの多分気温になってるんじゃないかと思うんですけども、まあ、皆さんね、あの気をつけて、あの健康に気をつけて聞いていただけると思います。はい、今日はですね、えっと、私の、えっと、財務セミナー、最終に受けた財務セミナーの、えっと、仲間で、えっと、その、えーね、グループで班長を務めていただいた増田さんって方に、ちょっと満を期して、あの今日お呼びしていただきましたので、増田さん、今日お越しいただいてありがとうございます。 はい、伊藤さんありがとうございますまっすやりますというねかけ声をやらさせていただいています、ね、<laughs> <ー>マスター大臣と申します今日はね本当にありがとうございます簡単に自己紹介をじゃあお願いしてもよろしいですか はいありがとうございます、はい、えー、私はですね神奈川県の川崎市でまあ、生まれで育ちましてですねそこで、えー、税理士事務所に所属している一、はいえー、財務コンサルという立ち位置でですねお仕事をさせていただいておりますはい。はいはい、今日はですねまあ、その中でも一つまあ、財務と言っておきながらやっぱり私人間関係とっても大切だと思ってましてその中の一つの、はいえー、まあ、コンテンツとしてですね 使わせていただいている松下幸之助さんのですね、リレーゲーム、実践ゲームというのがありまして、それをですね、お話しさせていただければと思うんですけども、そういうのも使いながらですね、企業様のお役に立てる、コンサルとして日々奮闘させていただいているというような形の人間でございます。ありがとうございます。もともとそうですよね、治法人の確かお父さんがね、所長先生がいて、そこでね、お勧めされててっていうところで、 うん、あ,のーまあ、あんまりこう、ね、その辺の話はちょっと軽くさせていただこうと思うんですが、はい、じゃあ、いきなりちょっとね、あのボードの話でやって教師なんですけども、はい、この、えー、と松下の之ケボードゲームにこう出会ったきっかけっていうのは、何かあるんですか、はい、あ,ありがとうございます。出会ったきっかけは、これ、クラウドファンディングで、はい、あの資金調達をしていて、その、まあ、クラウドファンディングから入ったっていうのがあるんですけれども。そうなんですよ <laughs> ただその前に私が、うんえー、ボードゲーム研修として扱っていたもので7つの週間、あ<ー>あの書籍で、ねはい、皆さんご存知だと思う、ねはい、方多いと思うんですけれども、はい、まあ日世界で一番売れていると言われているような、ねはい、7つの週間、それのボードゲームもありまして、はいはい、その7つの週慣ボードゲームを作られた方々が、この、はいえー、松下幸之助さんのボードゲームを作ったお手伝いを。 するからあしてえ、ね、出来上がるからあの資金調、えー、援助してくださいってまあ,あクラウドファンディングね、えー、支援してくださいという連絡をいただいたっていうところがスタートになりますねはいそうなんですねはいあなるほどなるほどそれは何年前の話だったんですかこれ実はでも歴史がね浅浅いといっちゃいけないなまだね出来て<ー>まだ2年ちょっとぐらいかなっていったところですねはい2022年はい なるほど、<ー>はい、なるほど、なるほど。結構、じゃあそれをやってらっしゃる方は、まだ少数派そうですね、ねナビゲーター、私、そこでですね、まあ、こちらがあの、うん、松下幸之助さんが設立された PHP が作られたゲームにはなっている、はい、なんですけれども、はい、この PHP の認定ナビゲーターが今、100人ぐらいかなっていったところですね。<あ>はい、そうなななんですね、うん、あなるるほほど、なるほど じゃあ今、これをまあいろんな各所、交流会とか、まあ私もね経験させてもらったりとか、とういの仲間もねちょっと経験してもらったりとかねありますけども、じゃあ今それをまあ広める活動は、じゃあ交流会とか、経験者がまたこんなにあったねってことでこう広めてもうそう。いったやり方で今 広げてらっしゃるんですかそうですね、広げるというのは、興味持っていただいた方、おっしゃっていただいたとおりですね、うん、そういって広げていくんですけれども、一番の使いどころとしては、企業研修として使わせていただいているっていうのが、人数規模としては何人ぐらいをターゲットにされてらっしゃるものんですか。 人数はですね6人まで、1つのゲームで6人までできるっていう特徴、ゲームなんでね、ちょっと6人以上になると、別のボード版が必要になるんですけれども、なるほど、なるほど、一応3人からできるんですけど、私は研修で使うときは、最低4人から、ちょっとこれも意味があるんですけども、人かからっておりますす確に意味はあそうでね逆に3人だとどうやるんだろうって、こうね。 <laughs> 3人でもねやり方自体はねあのー、ちゃんと一応ルールがあるので、できはするんですけれども、いね、はい<ー>まあちょっとあの3人だと私の中では物足りないな、いあのまあ特に研修として、遊ぶ分にはねゲームなんでいいんですけれども、はい、研修としては、ちょっと私の中ではもう一声欲しいなっていうのがありまして、ちょっとそこで、ね、私はやらない、いやいやい、まあ、ちょっとそこは、ね、あのちょっとお断りしておりますね。すねはい まあ、このやっぱりボードゲームの理念とかね、こう、目的を知っていると、やっぱり5、6人でやった方が効果的面ですもん、ね、そうです、ねそう言っていただけるとね、ね本当に私も自信持ってお送りさせていただいてますけれども、はい。そうですね。はい、そう。で、私がやったのは、実はね、2年前、1年半前のか、あの、3月ですかね。 そうですね、もう本当に私がこの資格を取ってきて、うんはい、一番最初のテスニッケースでやっていただいたのが伊藤さんで。あそうんですね。すねまあ同じこう、雅、ま、紀、あ、さんと属していた、うん、そう財務セミナーのまあ同期の仲間が6人集まってね,ね、やりましたよね。うん 非常に盛りり上がましたねあれは簡単でしたっけえっとんか場所も忘れちゃいましたけど。あ品川だ品川。品川でしたっけはい。当時の先生がね温度取っていただいて。なるほどなるほど。ねやらせていただいて。で私は正直ね人生ゲームのつもりで臨んでたら。いや実は全然違いましたね。こう、人生ゲーム見てのほほーんと最初はねゆったりと構えてたんですけども。うん。まあ最後こうやっぱ一つのゴールに向けてみんなで。 こう工夫しながらね。そうですよね。はい。ね、こう、ある方は営業だって、ある方、は浜の、ね、購買だったりとか。うん。こう、一人が勝手に動く、ゲームじゃないですもんね。そうなんですよ。はい。ね。そう。ね。人生ゲームって言っていただいたんですけど、まあ、各ね、ある。あ、ちょっとせっかくなんで、あの、このゲームの特徴もお話しさせてもらえればひぜひ、ぜひ、ぜありがとうございます。はい。はい。 であのー、今、伊藤さんがおっしゃってた人生ゲーム、多くの方が、ね、これは経験されてると思いますし、世の中にも、ねあのー、マネージメントゲームだとか、MG ってあると思うんですけれども、やっぱり有名で素晴らしいゲームが、はい、経営ゲームではあるんですけれども、私の中でこの松下幸之助さんの理念経営ゲームって、何がそういうゲームとの、うん、まあ大きな違いかっていうとあの、争うっていう概念がなく、協力性のゲームって、協力型のゲームっていうところですね。うんうん 具体的に言、ねうん、うと、う参加されている方が一つの会社のスタッフ、ね、部長さんっていう立ち位置で、みんなで一つの会社の目標達成をしましょうよっていう作りなので、つまり、ねはい、人生ゲームとかみたいに、ね、あの人生ゲームは特にね、あの終わったときに誰が1位で誰が B 級だったかっていうのを決めるのがね、はい、<laughs> あ,のあると思うんです、決めてそれ一喜一憂するっていう作りかと思うんですけれども、これはもう本当にみんなで協力し合わないと。 ゴールできない、ゴールというか達成できないっいう表現ですね。はい、っていうのが一つ大きな特徴になっているもので。はい、なので、あの、すごいチームビルディング、チーム作りに役に立つっていうソフト、そうね、ソフトじゃないですよ <laughs>、はい、ね。い。媒体ですね。はい。え、ね、これね、あんまりね、これ言っちゃうと怒られちゃうと思うんですけど、あの、うん、最後の最後で、こう、チーム欲が試されますよね。もう大論弁返しですね。こうん。 本当思い出にも私も残って大動どん,どん返してしたね最後の最後に本当に突破あ、ねね、あの目標達成ダーンっていきましたからね大いに盛り上がって帰たなったらて思い出ます、ね、前半で、はい、えゴールするのでこんだけ取らなきゃいけないのという思った時、うん、果たしていけるのかなっていうまあその時ちゃいけないんでしょうけど、まあ、そう思いながらやってたんですけど最後の最後の最後で,、うん、でも本当最後で,、ねでね、はー まあ大逆転って言っちゃ怒られちゃいますけど、いいそれに行って、たりついたっていうのはね、いいいいその印象が、まあ、そもそもね、えっと、どの部長かちょっと忘れちゃったんですけども、確か、うん、あの、ある部長に共有する立場だったと思うんですけども、そこの部長を共有するのに、まあ、自分はこう動かしてたっていう、うん、まあ、自分はまあ一兵隊の方として、他のね、こう部長さんをこう支援するために、うん、まあ、まさにそれがね、うん、まあ、のこのラジオ番組もあるとは思うんですけど、この本来こう伝えたかった。 ところなんででしょうかねそうですねねねそすす支援する、ねね、例えばまあ会社なんでね、うん、あのやっぱり皆さんもあると思うんですけど自分の、うん、まあ会社の予算であったりだとか、うん、まあ現実の会社とねちょっとそこの誤差はあるにしても自分の予算であったりとか資源であったりとか、ね、まあそ資源っていうのは物であったり人であったり、うんはい、それをねやっぱり、ね、自分だけでやっちゃおうみたいな。 まあ、これがいい悪いじゃないですけどやっぱり協力体制引くにはみんなで、うんうん、そういった資源とかの、ね、よその部署も含めて、ね、使っていった方が、ね、会社全体ではうまくいくよっていうそれがね本当に伊藤さんとやらさせてもらったのが、うん、本当に大道ちょっと僕 達成できないかなと思ってた中でも最後のあの時のねみんなに聞いたのがやっぱり諦めないのが大切っていうのがねその時の一番の学びだったっていうのは覚えてますもんはいそうですよね諦めちゃいけないですよね諦めちゃいけないですね達成できるとみんなで信じきったから行ったっていうねはいその時りね駒を動かしたりこういいでかしたりとかねいろいろやりましたねはいまあ一人すごくゲーム好きな方がいたのでそういう方がこう温度取ってねあこっちの駒とこっちの駒こうあってね リーーダシップをいてそういった役員の方もいれば貯めていってこれ提案できする方もいればいろんなやっぱり仲間がいたのでまたそのバランスが良かったんでしょうね。ですそこれがねちょっとさっき言ったね人数の制限のところにもつながってくるんですけど6人いるとやっぱいろんなパーソナリティーがパーソナルなところが出てくるのでいろんな可能性が見えるんですけど3人だとね やっぱり3つの、ね、6人と3人だとは、ね、やっぱ2分の1になっちゃうのでそうするとね、はいはい、やっぱりそこの学びっていうところとか特徴っていうところに結びつけづらくなっちゃうのでそれで、ね、ちょっと話戻っちゃいましたけれども、うん、先ほど僕はせめて4人からかなっていうふうに何回か経験をきた中でで、ね、感じるようになりましてはい実際やっぱりそのゴールはもう手前でとわずか届かずっていうケースもやっぱあるものなんですか ありますね、はい、で実際どちらかというと研修として学びでやる場合は本当の研修の場合だと私は1で1日いただいて、うん、午前中に一発1発、はい、午後に1発みたいな感じでやるんですけれどもちょっと午前中はね1回目はあえて、ね、あのちょっと達成しないように仕込みをしたりとかもするんですけれども。まあ ね、なぜかっていうとやっぱり人間学びに集中を,これを重きを置くので、はい、達成しちゃうとそっちの喜びで終わっちゃうんですことがちょっと当時ありまして「<ー>いやおめでとう」「楽しかったね」って楽しかったゲームだからあるんだけど <laughs>、ね、こうやってちょっとね <laughs> あの伊藤さんとやった時みたいにこの物語があるとあの非常にね,あね,あのねお記憶にも残るんですけどもそうじゃなくてね,ねやっぱり淡々と進む時もあって淡々とね目標達成しちゃう。 ことも過去にあって、そうすると、楽しかったね、達成したねで終わって、じゃあ、これで何学んだの、はい、っていうところにちょっとね、はい、あの、落とし込みが、はい、まあもう今はね、できるようになりましたけど、当時やり始めた頃はちょっと難儀してたこととかもありまして、うん、まあ達成しないことも一つ、あ<ー>学びには大いにつながるよと。やっぱ悔しっぱい失敗って人間成長させますからね。はい。このね、午前と午後の駒だったら、確かに午前中あえてそうさせるっていうのは、いいのかもしれないんね。<laughs> はいな。なるほど、なるほど。 そうですまた今度受ける気があった時はその午前の午こまでこう受けていたい時に、はい、ああれおかしいなっていう,こう、ね、経験ができるのかなーってう思う方面 <laughs> こうそうですよねで昼でこうねあのじゃあ次はどうしたらいいのかってそういった形に持っていけたらすごくいいですよねちょっとね今ちょっとね私のネタバレみたいな話でね言っちゃいましたけど <laughs>、まあうん、あの 達成さもう無理やりね、達成させないっていうのも違和感になっちゃうので、それはね、自然体でできるところで、達成してでもやっぱり今はもう、ちゃんと学びにつなげてられるようなテクニック、技術も私もありがとう手に入れたので、そういったこともしてたよっていうことで、もし今後試して、私の試していただける方がいたら、増田は最初はゴールさせないつもりでやってるからっていう風うにね思わずに、シらフなね、シラフで、フラットな感じでね、参加してもらえたら僕も嬉しいなって思ってます。そうですね、聞いていかれる方がね、 ぜひぜひね、あの、なんか、今日ゴールができるね、ことでね、やってもらえるとね、はい。そうなんですよね。でね、あの、広島のね、税理士の方にもね、そうなんです紹介していただいて、ね、広島のやり手の税理士とか、はい。事務所でやらさせていただいたり、はい。はい。で、まあ、そういったね、資料の方もそうでしょうし、まあ、あと、企業様、うん。まあ、ね、社員がね、いらっしゃれば、まあ、対象なんでしょうね、きっとね、どこでもね。 社員さんの教育、一つがやっぱり自分が率先してちゃんと動いて、仲間のこともちゃんと分かっていく、ね、なその逆に仲間にも伝えられる能力があるとか、そういうのをね、こ,ここのゲームを通して感じ取っていただくっていうものなので、非常にあのよく、ね、経営者さんが、えー、悩みの一つとしてあげるあの経営者感覚。 はい、あの従業員さんが経営者感覚をもっと持ってもらいたいっていうセリフ、私もコンサルなんで聞くんですけれども、はいはい、そこのフックにはなりやすいですよね。はい。<あ>うん。確かに、確かに思いますね。うん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 。自分でやっぱり考えて行動しないとっていう、それを、うん、あのセミナーとはね、研修とはいえ。 ね、あのいい悪いじゃないんですけどもやっぱり体験型の研修っていうのがゲーム研修の強さなのでそれで自分の積極性主体性出していかないと、まあ、そもそも本当にチームワークの前にうまくゲームが進まないよねっていうのがあるのでいいとこ見つけてなね,そうですねやっぱここはねゲーム研修今ね、まあ、あの松下幸之介さんこのゲーム、まあ、どちらかというとこちらのゲームはまだあの知名度の方正直低いのかなと思うんですけど多くのね やっぱりあの、さっき言ったマネージメントゲームを始めめ、経営ゲームってすごい流行り始めてるなっていうような、やっぱりそのアクティブラーニングっていうの大切なんだよなっていうのは、ああ、確かに確かに感じているところですよね。うん、そうですね、MG 確かに聞きますもんね、よくね。何もね、やっぱこうね、MG をやっていらっしゃる方とはね、やっぱりありますけど。MG も素晴らしいですね、うん、はい。うんうん まあ、ただっていうわけじゃないんですけど、まあ、ちょっとね、せっかく MG とも出しちゃったので、うん、私も MG ね、まあ、MG ね、ガチガチちやってる方にはそのぐらいかって言われる、まあ、いい悪いじゃないんですけど、まあ、50期ぐらい、うん、MG っていうのは大体私が知ってるものだと、2日間やって、2日間のうちに会社の経営書5枚作るっていうね、うん、こう5年間分の会社経営をやりましょうっていうようなゲーム作りになって、まあ、ざっくりと言ってしまうとあるんですけど、うん、そういう形だと私、50期やってきた人間でして。うん、はい はいまあね、それは私、一応そのぐらい経験はあるんですよ、まあ、100期からが、ねあのー、講師の先生になれるとか、そういう事件にはなってくるんですけど、その中で、ね、やっぱり身に,つけて身につけさせていただいた本当に意思決定だとか、そういうのはあるんですが、はいはい、私の中では、もしゲームの順番で言うと、私が知っているものは、その7つの習慣っていうのは、自分自身にアクセスするゲームとして、一番最初にや身につけていただいて、次に内部の組織っていうのが、この松下幸之助さん、組織ですね。 人として、組織として、それで MG に外部といかに戦って残っていくかっていうようなイメージを私持ってね、なんか MG の先生が、インストラクターの方とかとも組まさせていただくこととかもあるんですけども、そういう作りで、順番的にはそんな感じでやらさせていただいたりとかありますね。そうですね、MG とと組み合わせもあるこでですすねねそうやっぱりアクティブラーニング、組んでいくっていうので、組むといってはそんな順番でやらさせていただいたりとか。 なんかこう、いこしあいコンビネーションってあったりするんですか、松下コンセ薄ムのほかに、これと組むと何か面白い効果あるとかいうものは、そうです、私がやってる研修であって、研修講師の仲間とやっているっていうと、やっぱり体を動かす、体を動かすというよりも、実際に手を動かすっていう意味合いも含めて、アクティブラーニングっていうものとは、 相性が良かったりあとはコミュニケーション研修とかだと結構先生方の見てるとカード作ったりフラワーアップ使ってまあまあネタ言っちゃうといけないですけどそういう体感型っていうのが非常に多いのでその中の一つとして組み込むと非常に皆さんのモードも話聞く研修じゃないんだっていうスタイルできていただけると。そうですよね やっぱり行、ね、ったからには何かこうね一方的聞くよりもこうやっぱ体験して得てあこれだと思って、ね。 入っていきたですよねそうですね。私もね、本当に座学のタイプの研修、いくらでも受けてます。素晴らしいものもね、ありますし、ま自身も自身もやってるんでっていうのありますけど、一つのその体に入る、入りやすいっていうのはエビデンスだと、やっぱね、実際に自分が体験するっていうのは、ああ、そうですね。われてますからね。はい。大事ですよね。今ね、座学もね、ワーク型非常に多くなってますもんね。研修でね、隣の方とね、シェアしたいです体ね。こう 途中でこう遮ってブレイカードルームで<あ>今までの振り会とかね、普通にやったりしますもんね。ねあれはね、うん、やっぱりね、ね仕掛けですもんね、あの、ね、編集としては。はい。ね、それもね、1対1だけどね、まあ、4、5人でできちゃうから、うん、うん。まあそういう時間余ればね、お互い自己ね、紹介していってね、うん、こう、まあ次つなげましょうとかね、和音しましょうとか。うん。本当にいいね、やっぱり世の中やめましょね。 ありますよあそんな感じのゲームを私は提供させていただいててあと本当にね受けていただいた方からじゃあ言っていただけてる言葉とかほんと一つが従業員さんからいただく言葉としては本当にもっと自分を出せばよかったとかもっと仲間のことを知れるいいきっかけを築いた。 これをなんかね、うん、本当に明日からちゃんと自分の会社でも、あこれっていうのはそのゲームで、うんあの、ゲームの作りがですね、えー、みんなで目標達成しようっていうものなので、終わったときは大抵その目標達成ができてる、ないしは目標達成にね、達成できなくても達成するためにみんなで一緒に努力した、向かったっていう、そういうね、概念が終わっできてるっていうのが、ね、このゲームなんですよね。それでやっぱり自分の、ね、もっと言っていけばよかったとか。 あるいはね、僕の中ですごい感動したのが、本当に苦手なことをもっと、はい、本当の仲間なら言ってよかった。はい、自分これできないんだよ。はい、苦手だよ、はい、なんか、それ言ったら本当の仲間だったら助けてくれるっていうのが分かった。今までだとなんかねあの、チームワークできていないとそれ言えない環境であったりとか言いづらい環境であったり、はい、自分強さを見せなきゃいけない。はい、でもなんか、この仲間たちだったら、あ、もう私これはちょっと。 まあできないとは言わないけれどもね、あの表現変えてもちょっと得意じゃないから、力貸してください、一緒にや,やってくださいっていうのを言っていいんだなっていう言葉あ,、はい、あれは結構ね、<の>なんかみんな分かってる部分あると思うんですよ、そういうの、うん、でもそれを研修通してみんなの前でそれを発表してくれたっていうのは、ああ、一つこの会社、ね、一つのチームビルにここできてるな、できたなっていう、ねうん、感覚に持たせていただいたりだとか。はい ね、あとはもう泣きながらね、もっと自分のこと伝えてばよかったと。なんかもっと会社のことを好きで、ね、この会社こういう研修やってくれこの会社が好きでよかったみたいなことをあみんなの前で、ね、ポイントはやっぱり、ね、それをみんなの前で言えるこの土壌がゲームを開っときはできてるっていうのがあったりだと、はい、えー、あの辺はやっぱり僕もナビゲーターとして。 すいい心が嬉ししととこころろでで動くところですしあとはね経営者声かけていただいた経営者さんなどは、やっぱりこの中にはね、やっぱり従業員さんとうまくいってない方とか、ねうん、もいらっしゃるんですけれども、うん、このームを通して、すごいなんかメンタル的に救われた、うちの会社のメンバーってこんなに素晴らしいメンバーがあって、はい、ちゃんとチームワークっていうものができてくれば、はい、こういう世界に行けるんだっていう、今日希望を見せてもらいました<ー>みたいな、全然これからも行けますっていうような。な 言葉をいただけると私もやっぱり、ね、関わらせていただいてよかったなっていうふうに強く感じることころがあるので、このゲームでこう、ね、スタッフアップしていくというこのきっかけとなったって、ね、一番やっぱ一番受けるネタですから、ね、いや嬉しいですね。あ嬉しいですね。そ,んでそこからそういった、ね、会社さんとかに何かしらのフックが入るので、今のは、ね、特にこうガーンって動いたところですけれど、そうじゃなくても、はい、やっぱり皆さん一、ねうん、つ、ね、次のステージに。 いけてるっていうような、えー、思いも私もね、思ってますいっぱいによってはね、その後、私が、えー、関与として入らせていただいて、うん、一緒に伴奏ということでう、はいやらさせていただくケースもありますので、はい、うん、うん、一緒に努力いければなっていう感じです、ね。ああ、はい、えー。了解しました。はい、すごくね、いいお話をね、ち戴して、すごくありがたいんですけども。ああ、本当にこの場をいただいて嬉しいですね、は実はそういうことを言うということは、ね、うん、もう、ぼちぼち時間が。 早く来ちゃったんですよ。早いですね。相当でしっちゃった。<laughs> いやー、これが僕はグルなんで、この、松田さんと、松田さんが、こう、マセスこのスゲゲームを、こういうふうにこう広めて、で、それを研修で使ってい、えー、るっていうところがね、今日一番訴えたいところがあるので、そう、ね、あの、ちょっと私の事例は資料の事例でしたけども、あの、まさしくね、こう、新入社員教育だったりとか、幹部広報の、うんえー、教育も使えるね、ツールだと私は思っていますので、はいはい あのー、いうところであるんですけども、はい、え、ね、もう時間もね、ちょっと来てしまったので、あの、最後にですね、これは、ちょっとここだけは最後、やっぱり言いたいというのがあろうかと思いましたので、そ<お>こを言っていただいて、ちょっとこの番組をバシッと、いい感じで示していきたいと思うので、はい。何か一言、バシッとお願いします。バシッと、ありがとうございます。はい、ね。ちょっとね、えー、私は思うには、本当に、ね、<laughs> 組織が強ければ、会社は絶対強くなると。<笑><笑> いうふうに言う信念があります、まあ、その強さっていうのが仲良しだけちゃんと仲良しとチームワークっていう違いもね、ぜひあの、まあ、分かってる方は分かってるんですけど、それを、ね、体感できるのがこのゲームっていうのもありますし、もし何か、ね、その自分のチーム、ね、あなたの組織は強いチームですか 投げかけたときに、んって思う方がいたら、もしよければね、お声がけいただければあの、力になりますので、ね、はい、あの、増田太一までご連絡、伊藤さん通してご連絡いただけたら嬉しいなと、<laughs> まあ、ちょっと宣伝になっちゃいましたけど、はいまあ、まずは、ね、いいいい社長も働いていて、一人でね、孤独な社長を助け,助けたいって言っちゃいけないから、なんか一瞬で、ねはい、みんなでやっぱりやっていく会社の素晴らしさ、ね、私もこそこに関与させていただいている人間として、そういったところをね、ご一緒にやって、明るい日本を作っていければなというふうに思っています。 はい。そうですね。ありがとうございました。私もこうね、やっぱり仲間にもどんどんまたアピールしていきたいと思いますし、あの、桃まさんが首が割らないぐらいの、こう、ちょっとご紹介ができるといいなと。いやあとね、私もね、また経験、中級編でしたっけ中級編でしたっけあ、ういったのも、はい。あの、難易度はね、はい。調整できますから。次回ね、ちょっとやっていたいと思いますので。ぜひぜひ、はい。ありがとうございます。ということで、ありがとうございます。 あのー、沖縄のこの議論版の方、あと何しろ YouTube でこう動画で、ね、聞いている方、ぜひともね、こう、増田さんにお問い合わせいただいてね、ぜひこのボードゲームを実体、えー、実感していただけると、すごくありがたく思います。はい。じゃあ、こんなところで今週は、えー、増田さんにお越しいただきまして、えー、番組の方は終わらせていただきます。増田さん、ありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございました。はい、はい。では、失礼いたします。